トイレがないなんて、家にも学校にもトイレがない、そんなこと日本では考えられませんよね。でも世界にはあるんです。皆さんこんにちは、株式会社ミーマのミーマです。突然ですけども、これ写真、女子トイレです。唯一の学校、唯一の女子トイレがこれ、もちろん水洗なんてありません。匂いも全て上がってくるようなトイレ。それでもトイレがあるだけマシ。こちらモザンビークの学校唯一の男女兼用トイレ。まあ、トイレというか、垣根で、見えなくしてるだけです。しかも男女兼用です。まあ、こんなトイレが世界にはいっぱいあるんですね。なんと、タンザニアの学校には 89% のトイレなし学校があると。まあ、考えられないですよね。トイレ作るん、あ、ちょ、というか、学校作るんですよ。トイレ作れよっていう話なんですけども。まあでもこれが現実です。はい。じゃあ何が、突然言いたいのかというと、みんなにトイレをプロジェクトというプロジェクトがあります。これにぜひ賛同してくださいっていうようなお話です。はい。これはリクシルさんがやってるプロジェクトで、株式会社ミーマ、うちでも、会社に見本も置いてます。まあ、賛同したいなと思って、協力したいなと思ってます。どんなプロジェクトかと言いますと、こういう佐藤というね、簡易式の便器を、送ろうというプロジェクトです。非常に、簡易的なトイレなんですけども、これが結構現地では役に立ちます。仕組みは超シンプルです。0.2 リットルの水や排泄物の重みで便が開いて下へ落ちると。そして蓋が閉まるということですね。これで悪臭や虫を防げるというシンプルなもんです。これがあるだけで違うんですよね。そしてこれは、リクシルさんのシャワー一体型トイレを1台、買っていただいたら1台につき1台、この佐藤がリクシルさんからアジアやアフリカに、寄付されるという仕組みになっています。ですので、まあ、無理に何かを送っていただく必要はありません。はい。こんな、一見幸せなファミリーですが、家にトイレがないので、毎日20分離れたところで、外で毎日用を足している家があるという、日本ではやっぱり考えられないことが、世界にはたくさんありますね。屋外排出をしている人々はなんと9億人です。安全で衛生的なトイレを使用できない世界の人々23億人いるらしいです。トイレがないために学校へ行くのを、学校にトイレがないとか、家にトイレがないために欠席したり、遅刻したりすると。毎日ですからね。ぜひですね、このみんなにトイレをプロジェクト、に、ご賛同いただける方はお願いしたいなと思います。まあ、もちろんですね、必要ない方がトイレを買う必要はございません。昔のトイレで古いね、リッター数も多いのを流れてるとかね、古くて交換を考えてるっていう方は、ぜひ、この機会、9月末までですかね、この機会に、変えていただければ、あなたのトイレ1台につき1台喜ぶ家庭が増えるというようなプロジェクトです。よろしくお願いします。